令和4年やで。え、この前やんな、令和でありますって言われたの。もしかしたらもう人生でさ、年号が変わる瞬間を見られへんかもしれんの。いやいや、俺もう一回予想して、なんか預言者イエーイみたいな言われたい、チヤホヤされたい。俺もチヤホヤされたい。次の年号はジャンプです。アホそうやな。なんかサブアカ作って、なんか次の言語これって毎日つぶやいて、でなんか非表示にしといて、当たったやつだけ公開にして、預言者って言われよ。最低だ、せこい。え、マジでこれやねんで、世の中の予言、ほんまに。これほんまにやで。君らこれずる賢いじゃなくて、大体がそうなんやで。なんかたまにさ、なんか最近さ、今から色違い出るよみたいな、なんかおんねんけどさ、コメントする人。その人も数うち当たるやから。それ多分出たら、俺の予言当たってたっていうねん。どこがやねん、おい。予言をバカにするなよ。真の奇跡というのは、そんなものじゃないんだ。予言勝ちで。SNS は怖いんだぞ。なんか、しんちゃんっぽいな。SNS は怖いんだぞ。内容が令和。なんかたまに声作ってますかって言われんねんけどさ、作ってこれやったらやばない。親声配信者だもんね。まあねん、よく言われちゃうねん。スネ夫感がすごい。このスイッチパパに買ってもらったんだ。このアルセンスはママにね。君たち持ってないよね。僕は持ってるんだけどね。うん、下級な低俗な民族が消えてくれる。口はつ